さて今は、東秋留という駅の付近を走っております。市でいうとあきる野市になるのかな。よいや、個人的にはかなり好きな風景で、昔あの車の免許取った時に自転車でこういうところ走ってみたいなってずっと思ってたんで、まあまさに今それが叶ってる瞬間ですね。今さっきよりもさらに北、途中あきる野市役所を通過して北側へと来たんですけれども、何かの目印の木でしょうかね。ちょっと住宅街に入り込んでしまったかは否めないんですけど、まだあの昔の道筋がこう形を残しているようで、それを今トレースしようと思ってます。道の形は旧態依然としたこう古い形が残ってるんですけど、どうですかね、雰囲気的には他の住宅街とあんまり変わらないかもしれないな。じゃあ次に飛んでみましょう。地図によるとここは瀬戸岡古墳群というところだそうです。瀬戸岡歴史なんたらカンターラ、今は先ほどよりもさらに北側に進んできて、この地元とか、まあ、あとはあるいはマウンテンバイクに乗ってる人はよく知ってるかもしれないですけど、二つ塚峠を目指してちょっとこう走って、まあ先ほどの東秋留から二つ塚峠の方へ歩みを進めている形ですね。今日はとにかく田舎っぽいところを走りたい。田舎っぽいところっていうのはこれはもう褒め言葉ですからね、これね。強烈にお線香の匂いがしますね。さすがお寺さん。いい姿のイチョウですね。これはいけるのか。
道を残しておいてくれてたらね、これいける、あー嬉しいですね。この木の生い茂りがちょっとただごとではない感じがしますね。なんだろう、この先急カーブ、ではもうちょっと歩みを進めてみたいと思います。お寺さんに迷い込んでしまいました。東光寺。こちらのお店で秋川ペッタンというのを、買いました。道中食べながら行こうかな。鳩小屋、あよくビルの上に乗ってるちょっとした小屋のこと鳩小屋なんて言ったりしますけど、本物の鳩小屋を見たのは初めてですね。あ、この木の立ち並びはすごいですね。何の水にしてですかね。山の手側に、登ってきまして、いよいよ二つ塚峠が、近くなってまいりました。いよいよ峠の切り通しに来ました。旧二つ塚峠というところに来ました。今のところ路面は結構穏やかな感じですね。まだ旧二つ塚峠ではなかったみたいですね。ちょっと早とちりしてしまった。
おう、神社がありますね。山神様。神明社。で、こっからは舗装路の山下り。古来からの交通の要衝だったんでしょうね。だから先ほどの道筋も昔の人はよく通っていたんでしょう。この石の灯籠は上の傘の部分がすごいですね。自然のものをそのまま使っているんでしょうかね。すごかった。鈴がついてる。あ、いいトレイルでした。日の出和紙というなんかいい感じの工房があったんで、
寄り道してしまいました。薪で風呂焚いてるんですかね。煙突が煙上がってますね。犬出わし。いやー長かった、新しいトンネルみたいですね。梅ヶ谷トンネル2022年の竣工か。じゃあもう2年経ってるな